今回は牛肉とトマトの専門の漬け方を紹介します。酸味のあるフレッシュのトマトと牛肉の相性は抜群です。トマトの栄養成分リコピンは油と一緒に摂取し、さらに加熱することで吸収率がアップし、健康や美容に効果的です。加熱することで旨味成分も引き出されるので、ご飯の数にも最高ですよ。それでは作っていきましょう。材料は牛もも肉 100g、 トマト1個、インゲン4本、玉ねぎくし切り8切れ、生姜角切りスライス10枚です。トマトは半分に切り、ヘタを取りながら8等分にカットします。そうしたら皮の部分を取り除きます。包丁の先を皮と身の間に入れて、軽く上下に刃先を擦るようにすると切りやすいです。一個ずつ切るのが面倒なら丸ごと湯むきをしてからカットするのもいいでしょう。牛肉はもも肉の塊を使います。それをスライスしていきます。切るのが大変でしたら切り落とし肉を使ってもいいでしょう。しかし肉の食べ応えや食感などを味わいたいのなら、自分でスライスした肉を使うのがおすすめです。牛肉に下味をつけます。黒胡椒を少量入れます。塩を少量入れます。醤油を少量入れ、全体に味が染み込むように揉み込みます。卵を大さじ1くらい入れます。肉に卵を含ませるようにして揉み込みます。片栗粉を大さじ1くらい入れ、まぶします。最後に油でコーティングしておきます。調味料を合わせておきます。ケチャップを 30g 入れます。中濃ソースを 20g 入れます。水を 20g 入れます。水溶き片栗粉 10g 入れます。これを混ぜ合わせておきます。味付けはこれだけなので簡単です。鍋に油を入れ、牛肉を油通ししていきます。油をお玉で 2、3 杯入れたら120度くらいまで温めます。油通ししない場合はそのまま炒めて調理してください。鍋の油が軽くパチパチ鳴り始めたら、低温の状態で牛肉を1枚ずつ入れていきます。
牛肉を入れたら肉の表面が白くなるまで油でサブサブするように火を入れていきます。低温の油でゆっくりと火を通すことで肉が一気に硬くなることなく柔らかく仕上げることができます。表面は白くなり、中はまだ完全に火が通ってない状態で油から引き上げます。そうしたら油の温度を上げていきます。油が温まってきたらいんげんを油に入れます。玉ねぎも入れて油通しします。油に入れたら2秒ぐらいで引き上げます。ここも油通しが大変でしたら、インゲンはボイルし、玉ねぎは炒める方を使ってください。鍋に小さじ1くらいの油を残して生姜を炒めます。生姜を入れたらすぐにトマトを鍋に入れます。トマトの切り口の面を下にして表面を焼くようにしていきます。火力は中火にして、底が焦げないように鍋を揺らしながら焼き付けていきます。だいたい1分くらい片面を焼いていきます。生姜も焦げないように注意しましょう。1分くらい焼いたら裏返します。裏面も焼いていきます。トマトに熱が入り柔らかくなってきているので裏面は軽く焼く程度で OK です。そうしたら油通しした材料を鍋に戻します。合わせた調味料をよく混ぜてから入れていきます。トマトを崩さないように軽く炒め合わせれば出来上がります。皿に盛り付けます。これで牛肉とトマトの炒め物の完成です。味付けも簡単で栄養もたっぷりで美味しいので、よかったらお試しください。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどありましたらコメント欄にお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。また次回よろしくお願いいたします。